はい、こんにちは、ケイです。この度、私のオリジナルの歌、いつも笑顔でが、音楽の種まきプロジェクトのキャンペーンソングとして使っていただけることになりました。ありがとうございます。この歌はですね、去年初めてコロナで緊急事態宣言が発令された時に、街から人が消えた時期ありましたよね。その時にできた歌なんですけども、家から出れないし、会いたい人にも自由に会えない、音楽もできないっていう時期があったと思います。で、その時にこのチャンスにオリジナルソングできないかなっていう話になりまして、バンドのギタリストの松永大吾さんが送ってくれた音源、それに私がメロディーと詞をつけてちょっと作った歌なんですね。作ったはいいけど歌わず、ちょっとインスタライブでは使ってたんですけども、お蔵入りしてたんですけども、山口恵子さんが今回アレンジしてくださり、で安次郎さんもコーラスに入ってくださり、モンクビートの山口康さんのスタジオで音楽もさせていただいて、あっという間に出来上がりました。まさか皆さんにね、このいつも笑顔でが届けられる日が来るなんて去年は全く思っておらず、今年入っても思っておらず、トントン拍子でこのように完成いたしました。いろいろありますけれども、いつも笑顔で前向きに生きていく、歩いていくっていうことがすごく大事だなって思っていて、皆さんがこの歌を聴いて笑顔で毎日元気に過ごしていただけるきっかけになっていただけたらなと思っております。そうやって思ってくれたら嬉しいです。大好きな人を思い浮かべて聞いていただけたらいいなと思います。前を見て頑張っていきましょう、皆さん。それでは聞いてください、いつも笑顔で。「魔法さ花
ましょう。